常に全力なところ、私好きだよ。ミャネ、一緒に入るぞ。ちょっとひなた。お、だろう。よかったな。隣に越してきたのがノアで。お、うわあ。なになに？おお。なになに？ひなたちゃん、元気出たか？ノア。え、うわ。ひなたちゃん、うう、ごめんなさい。あ、新しい服もできてるよ。やったー。今日はどんなのだろう。ワクワク。なんか体動かしたい気分、うずうずする。いいけど外に出るのはダメだからね。家でできる遊びにして。あ、そうだ、プロレスしよう。プロレス。プロレスはちょっと。私は毎日がいいな。ひなたはお姉ちゃんを殺す気？うん、でもお姉ちゃんがいるのはいいな。私一人っ子だし。ミャネは私のお姉ちゃんだけど、私はこれを作っていたのだ。お風呂の中でかき氷を食べる。はなちゃんたち来るのってお昼だっけ？そうだぞ。ひなたちゃんも。ここ落ち着く。変なとこで落ち着かないで。服伸びる。早くハナとノア来ないかな。松本。待って、なんでここにいるんだ。ほらひなた風邪ひくよ。危ないから急に抱きつくのはおやめ。ごめん、ミャネ。おう。お、はい。ミャネ、おでこ冷たいぞ。病気か。思うけど、念のため学校休んで様子見ようか。今日休みになった。ミャネ、遊ぼう。ミャネいないなら家にいても仕方ないから学校行くことにする。熱あるから休めって言ってるの。あ、私は仕事休んでひなた見てるから、みやこは早く大学行きな。ミャネ、本当か。やったー。ほら部屋戻るよ。はーい。だって今日はミャネ独り占めできるんだぞ。嬉しいに決まってる。まったく可愛い顔して。あ、ミャネ、あとは寝てなきゃダメでしょ。で、熱ほとんど下がってるし。お、ミャネ、お腹空いた。はい、あじゃあパーティーしよう。パーティー。わ、私がミャネの誕生日、私が花たちと遊ぶのに夢中になって誕生日忘れてたせいで、ミャ
窮屈じゃない？全然大丈夫だ。今はミャーネー強化期間なんだ。命お願い。や、私のこと好きならずっと一緒じゃなくて。ミャーネーが何言ってるかわかんない。好きだからずっと一緒にいたいんでしょ。同じくらい好きなノアだからだぞ。みゃーねー。